どうも皆さんこんにちは。ランザムユキと申します。今回はマインクラフト実況ということで、のんびりやらせていただこうかと思います。注意、この動画は、作業大好きの父が呼ぶ主が今大人気のマインクラフトのゆっくり実況でどれだけの作業をパート1に込められるか、また、ゆっくり実況の長所である圧倒的作業量を今までにないくらい大量に詰め込んだらどうなるのか、といったおバカな思いつきで作成を始めた動画です。内容が全然ゆっくりしないので苦手な方はご視聴をお控えください。ワールドが生成されたわね。最初のワールド作成のこの感じ、なんとも言えないけれど結構好きね。ボーナスチェストがこんな近くに、中身を見ないでチェストを壊しちゃうのが結構いいのよね。あら、最近のボーナスチェストは豪華ねー。ちらっと見ただけだけど、ダイヤとか入ってた気がしたわよ。え、なんでこんな風になってるのかって？ふふふ、あなたはまだまだお子様ね。知らなかったの？他人から作業中と呼ばれる私のような人が、バージョン 1.9 でボーナスチェストを壊すと、あり余る作業の力でこの世界が歪むのよ。誰が何と言おうと世界が歪むんです。左上の映像は何なんだ？だって、いやー私には何のことだかさっぱりですよ。あなた方が何を言ってるのかわかりませんもん。あー何も聞こえないなー。ちょっと遅れましたが目標はこんな感じです。あ、ちなみに今回で最終回となります。今までお付き合いいただいた方々、ありがとうございました。いや今回が初めてだろうがバカや、やっぱり最初は村を柵で囲まないとやってらんねえっすよ。さっきの世界の歪みで手に入れた鉄を使って斧を作ったので、ちょっくらピコリでもしてきましょうかね。あ、ここの家は村人にもらい受けました。無償で提供してくれるなんて優しいですね。ふう、やっぱり木を一本掘ると疲れちゃいますね。ちょっと取った木の量が少ないですが、もういいでしょう。柵をサクッと設置しましょうかね。柵だけ扉のない家に扉を設置する私かっこいいわ。賞賛の拍手が画面の向こうで聞こえるわ。しっかりと建物の上までは木潰しする私かっこいいわ。賞賛の拍手が画面の向こうで聞こえるわ。ニーブラ、ほもほも。すやー。ほいさ、よっこらせ。仮釈放、防菌効果、コラーゲン、ポリフェノール、ズック、ズン。カチッとな。この私もついにネザーデビューですか。いい？みんな、最初はゲートを囲んで、次は数時間ほど遊べばいいのよ。まあね、そうすればネザーなんて終わりよ。ちょっといざすけで遊ぶとき、狭いのは嫌だから広くするといいかもしれないわね。ほら、おもちゃが8個も集まったわよ。さて、じゃあさっさと帰りますか。こんな場所興味ないしね。ぴょっとこ。あら、ちょうど良いところに、あなたは砲丸を私にくれるかしら？あら、両方いただいちゃっていいの？ありがとう。はいよ。1.9 の音っていいわよね。そいじゃ、戦おうか。あ、死にたくないので難易度はイージーです。主がチキンだと思った人は、ちょわらこいつわらわらチキンわっらすぎわらわらわら、とでもコメントしてあげてください。ド M だから喜ぶわよ。この動画としては一応こいつらを倒すのが目標なわけですよ。だからですね、獲得したくてもできないってわけですわ。あ、行きたい終わった。やっぱりビザーってのは弱いですね。こらそこ、イージーにしてるからだろ、とか言わない。まあ、ネザースターってのは綺麗でいいですね。ほんとなんでこんな頭3つの気持ち悪いや、あ、2体目終わった。ゾンビくん、君はお呼びじゃない。ふぅ？どうも、開始4分で裏ボスを倒す人です。あ、そうそう、村人さん。私これからちょっとお出かけしてくるので、留守よろしくお願いしますね。要塞を見つけてしまったお。やっぱりこの独特の雰囲気、ドキドキするんだぜー。やべえどうしようか、タイマス持ってきてねーなー。お、あかり、これはすぐにポータルワンチャンあるか？終わった。終わっちゃったよ、どうしようか。おお、テストあるやんけ。ダメだ。内容が微妙すぎて何もコメントできねえ。ダイヤと鉄だけとか、ほとんどゴミ箱と変わらねえんだよ。どうせならクラとか、通常じゃ入手できねえものを入れとけってんだよ。またゴミ箱か。くっそ。この部分はカットかな。クラってよく見えないだろうし、カット確定だな、これは。は、ここに照明があるじゃねえか。でも、廃校と繋がってやがんのかよ。マジか？これってポータルの位置に廃校が生成されてこの要塞からはエンドに行けないってやつなのか？シルバーフィッシュ、出てこいよ、カット確定だからって逃げんなよ。あ？
なんかもういいや、せめて要塞の最初の部分だけは動画にしたかったな。ここも行き止まりなのかよー。この要塞本当にポータルねえのかよ。ああ。これ完全に道塞がってますわ。くっそー、廃校のバカ野郎。蜘蛛の巣なんぞ用意してんじゃねえ。この動画あんな風に考えたのも全部カットして作られてるんだよ。面白いでしょ？面白いよね。面白くないわけがないよね。ウェーン。めたい。ホモはお帰りください。よし、準備完了。ビーコン二つ持ちとか最強じゃないかしら。どう？この姿、かっこいいと思わない？ほいっと。あ、戻るときは中断砲を使います。中断砲とは、ワールドに入った時の無敵時間を利用して高所からの飛び降りを無傷で行う方法である。おっと、間違えてビーコンを置いちゃった。今回はこのビーコンであの雑魚を倒してやろうと思って。こう倒してやろうと思っ。雑魚のくせに演出に時間使ってんじゃねえよ。エンドして、知らんな。あ、これ差し上げますので、でっかい目玉焼きにでもしてやってくださいな。おい、マジでくれるらしいぞ。ああ、でもこれいらないよな。そうなんだよな。いらないんだよな。一体どうしようか。どうぞ乗ってください。じゃあねえ。ほら。チャキチャキやる欠点だよ。あ、子供ができたわ。いやー、その調子でどんどん子供を作ってくださいな。少子化社会に貢献するんです。なんと素晴らしいことだ。二人目もっとムードのある最適感。村人さんがイチャコラしてたら鉄が毎時2600個のアイアンゴーレムトラップが完成しました。ただまあ、機能を守るためのタイマーがうまく動作していなく、鉄ブロックをミラージチェスト弱残して壊れました。まあ鉄ブロックがミラージチェストもあれば十分なんですがね。今はさっき手に入れた鉄で作ったホッパーを敷き詰めております。そしたらささっとは基礎を作りましょうね。最後に回路を組めば、雲トラップの完成です。効率はあんま良くないけど。ちょっと遠出してたら寺院を見つけましたよ。こんなとこには興味ないのでお宝だけもらいましょう。はい、さらに探索してたら村が見つかりました。微妙なチェストだな。あ、手が滑った。それじゃあ、探索を続けましょうか。海が見つからず20時間。どうしようもないのでバージョンを 1.8 にしてシード地から探しました。10時間も歩いて海が見つからなかったんです。許してください。おかしいな。呪いがかからんぞ。そこにボスはおる。ピョングウェー。いつもやるときはピース安定だから、呪いを受けるのは地味に初めてだったりします。ちなみにエルダーガーディアンも初めてだったりします。だが初めてだからといって何か特別なわけではないのだ。さすがに見づらいのでアイテムを揃えてきました。さよなら。やばい。ちょっとエルダーガーディアンが可愛く見えるあなたは重傷です。病院行った方がいい。この動画は、ボスの扱いがひどいですね。そんなことはありません。動画に使われないでただただ鉄ブロックになったアイアンゴーレム君に比べれば幸せな方ですよ。ソウルサンドっていいよね。私ね、思うんですよ。こんな小さなトラップのために 256×256 を掘り抜く必要なんてなかったんじゃないかなって。掘り抜かなければもっと早くこの動画が完成していたはずだって。ちなみにこのトラップは私の動画、バカと作業中のマイクラ、パート9で作り方などの説明をしますので、興味があったら。ということで、おしまいです。で終わるかー。皆さんお忘れではないでしょう？目標の一つ。村で遊ぶ。あ。手が滑ったなぁ。
これで話題性は問題なしです。村が発展するかどうかは村人の問題ですね。